ルーク・コムズはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロット出身のカントリー歌手シ,ュシンガーソングライター。ルーク・コムズ1990年3月2日、ルーク・コムズはノースカロライナ州シャーロットで一人っ子として生まれ、8歳の時にノースカロライナ州アシュビルに引っ越した。幼少期からボーカリストとして活動しており、高校在学中はフットボールに打ち込む傍ら、 複数のボーカルグループと共演し、カーネギーホールでソロを披露するなど、音楽活動を続けた。その後、アパラチア州立大学に通い、バーの用心棒として働いてる際にそのバーのステージに立つ機会を得た。初めて曲を書いたのは22歳の時だった。大学4年の残り1ヶ月を切った頃、ルーク・コムズは、カントリーミュージックのキャリアを追求するために中退した。その後、 音楽のためにテネシー州ナッシュビルに移り住む。2014年2月デビュー EP ザウェイシーライズをリリース。同年2作目の EPCAN I Get ト n e Out l o をリリースした。2015年11月3作目の EPTHIS ONES FOR YOU をリリースする。2016年ファーストシングル h a ケーン a は初週に1万5000枚を売り上げ。 ビルボードのカントリーチャートで初登場46位を記録した。ルーク・コムズはサウンズ・ライク・ナッシュ・ビルの注目のアーティストの一人に選ばれる。ルーク・コムズはソニー・ミュージック・ナッシュ・ビルと契約し、ィス・アンズ・フォー・ユーからのデビューシングル、ハリケーンがコロンビア・ナッシュ・ビルから再リリースされた。同曲は2017年5月15日にカントリーラジオのエアプレイチャートで1位を獲得し、2週間。 その座をキープした。2017年6月、メジャーデビューアルバム、This One's for You をリリースする。ビルボードのトップカントリーアルバムで1位、ビルボード200では5位を記録した。アルバムは、デラックスバージョンも制作され、シングルとなった5曲すべてが、ビルボードホット100のトップ4 2チャートインした。2019年2月、ルーク・コムズは、第61回グラミー賞の新人賞に、 ノミネートされる。8月、デビューアルバム、This One's For You が、ビルボードのトップカントリーアルバムチャートで44週目の一位を獲得し、男性アーティストによる同チャートの主位最長記録を更新した。2019年11月8日、2作目のアルバム、How What You See Is What You Get をリリースする。アルバムからは、シングル、Be Never Broke My Heart, Even Though, I am l ムリ v i n g エリック・チャーチとのデュエット曲、同ずつ目、ラビン、オンユーがリリースされた。2020年5月、新型コロナウイルスのパンデミック中の生活の困難を描いた楽曲、ク f e e t apart をリリースする。10月23日には、セカンドアルバムのデラックスバージョン、what you see ain't always what you get をリリースした。 ルーク・コムズは2016年初頭からニコール・ホッキングと交際をはじめ2018年11月に婚約した。2020年8月1日、二人はフロリダで結婚した。アメリカのカントリーミュージック業界には保守的な傾向があるとされるが、ルーク・コムズは支持政党について明確な立場を表明していない。しかし、ルーク・コムズは2020年7月の ドナルド・トランプ大統領が主催するホワイトハウスでの集会の演奏オファーを断り別のイベントに出演したりトランプ大統領が弾圧するブラック・ライブズ・マタへの支持を表明したりしているスタジオアルバムありがとうございます